Who is Joey Noe?皆さんこんにちは。一日一城井上城ということで、壮大な景色からお送りしています。いろんな国があって、自分たちが慣れ親しんでる食べ物ってやっぱ文化的にいろいろあったりすると思うんですよ。僕はアメリカのロサンゼルスで生まれ育って、それでまあ日本食と半々で食べてきたんで、和食&洋食っていう感じがあります。まあその他にもね、普通にまあインドカレーとか、他の料理とかいろいろ食べてきたんですけども、どうしてもね、新しい国に行くと好き勝手食べることができないわけですよ。というのも、自分が求めるようなレストランがなかったりするんで、どうしてもそこで買える食べ物で間に合わせるしかないっていうことが非常に多い。確かにこの国の名産というか名物、美味しい食べ物あったりするんですけど、やっぱね、和食とかに慣れちゃうとバラエティが少ない。バラエティが少なすぎて、これしかないのっていうことがあります。で、その中でその国の食べ物が自分の口に合わなかった時どうするかっていうと、例えばサンドイッチとかそういうものを食べますよね。で、これまず一つ目なんですけど、サンドイッチに飽きますよね。いや、嫌いすぎてもう食えないってわけじゃないんですけど、大体サンドイッチなんですよね。空港とかでもそうだし、その各国のスーパーとかで買えるサンドイッチとかになりますね。で、美味しければいいんですけど、美味しくなかったりするんですよね。ていうか、サンドイッチどうやってまずくできんねんっていう感じになります。パンにハム挟んでマヨネーズつけてりゃいいじゃん。でもキューピーマヨネーズ慣れちゃうと、海外のマヨネーズがまたね、味気なかったりするんですよ。ただのラードじゃんみたいな感じも出てきますから。だからサンドイッチはね、まあ僕の個人的な感じだと、サーモンとか頼んでも上質なサーモンなんだけど味付けゼロみたいな、塩ちょっとかかってるかかかってないかみたいな、もしくは塩かかりすぎとかね、めちゃめちゃ味の素欲しいみたいな気持ちになったりすることもあるので厳しかったです。だからサンドイッチ、これね、空港とかだとまた高いでしょ。で、高い上に美味しくないっていう、もうこれ困るんですよ。だからサンドイッチ嫌いになります。どこ行ってもサンドイッチあるけど、なんかまずかったりするから。そう、美味しいサンドイッチってなんだっけってこう忘れてくるですよね。パンにハム挟んで、でチーズ、これもね、またちょっと飽きちゃうんですよ。もうハム、チーズ、チーズ、パンパン、チーズ、チーズ、パンパン、スパンパン、パンパン、パスーン、パスーン、パスーン。ではそんな感じでね、パン&チーズ&ハム系がめちゃめちゃ飽きてきます。でもなんか食いたくないってなります。次行きたいんですけども、ケバブです。いや、ケバブ美味しいじゃんね。夏フェス行った時とかケバブ売ってんじゃん、美味しいじゃん、思う人もいるかもしれません。確かにそうです。肉も入ってる、野菜も入ってる、炭水化物もある、もう全部入ってるじゃん、美味しいじゃん。まず一つ、僕ケバブ食べると大体下痢するんですよ。下痢するっていうのもあって、まあちょっとこううーんってなりますよね。足元に今めっちゃ、これ危ない危ないんですけど、一緒についてくるの君、一緒に来たいの。わーい、滑り台つって、サザエの中は滑り台言って、はい、ですけども、ケバブ下痢するんですよ。美味しいですよ、僕好きですよ、でも下痢するんですよ。例えばね、ヨーロッパなんかケバブですよ。ケバブってちょっと待てよ、ヨーロッパのイメージないけどって思うじゃないですか。ヨーロッパって国にもよるんですけど、すごくね、食費かかるとこも多いんです。それこそ北欧とかスイスとかもそうですよね。だから安くてうまいものって何かっていうと、ケバブになってくるわけですよ。で、大体どのヨーロッパの国行ってもケバブありますから、ケバブ屋もう遅くまで空いてる、早い安いうまいということでケバブはあるんですけども、飽きるよね。飽きるのし、マジでもうなんかケバブしかないのかなって思っちゃうことありますもん。値段的にね、スピーディーに食べたいとき、車とかないと自分の行きたいレストランとかそんな簡単に行けなかったでもするわけですよ。その電車に乗って、まあ、行けばいいんですけど、なんかそんなに自分のホテルから近くないとか、遅くまで空いてないとか、結構店早く閉めるからね、ヨーロッパとかね。シエスタなんつってね、もう昼飯食ったら寝ちゃうみたいな場所によっては、南米のね、アルゼンチンとかね、ディナーは夜の9時からじゃないと空いてないレストランみたいな、うそーんつ、3時ぐらいには、午後の3時ぐらいに全部閉まってるっていう、それから9時までどうすりゃええのんみたいなとこありますから。日本とかめちゃめちゃ便利ですから、コンビニ行きゃなんか売ってるっていう。またね、スーパーに売ってるものがまずかったりすんのよ、海外は。美味しいとこもあるよ。タイとか日本よりも下手したら日本の商品置いてんじゃないかっていうぐらいね、お菓子とか置いてあったりするんですけど、でもまあそういうところの方が少ないですから。だからね、まあケバブ美味しいですよ。で、僕は下痢するし、ちょっとそれもう飽きちゃうんですね。もうケバブかよまたっていう、もっと他にないのかってなるんですね。英語で下痢はダイアリアですから、ちょっと英会話レッスンも兼ねてね。まああともう一つ、ハンバーガーです。
ハンバーガー、ハンバーガーこそ美味しいでしょ、ちょっと。いや、あのね、でもアメリカで生まれ育って、で、日本にも美味しいハンバーガー屋いっぱいいますよね。それに慣れてるわけですよ。サンドイッチも、ハンバーガーも、まずくしようがないじゃんっていう食べ物を気持ちいいぐらいにまずくしてくれたりするんですよ。その自分の慣れてない国に行くと。まあ、慣れてる国でもそうか。いや、だってさ、ちょっと肉で味付けて、パンで挟めばいいじゃんってないんですけど、この見た目美味しそうなんだけど、食べたら超まずいみたいな、しょっぱすぎるとか、味気ないっていう。やっぱね、旨味成分最強だと思います。日本最高。もうなんかどの国行ってもとりあえずハンバーガーショップはあるんですけど、美味しいのを見つけるのが結構難しいっていう感じになってきますよね。サンドイッチでしょ、でハンバーガーでしょ、でケバブ、この3つは結構もういいかなみたいな感じになってきますね。だからね、結局言いたいのは、見事な一物。 Thanks for watching。 僕の活動は joeyinoue.com からチェックできます。ウェブコンサート、英会話レッスン、その他にもいろいろやってるよ。それでは残りの時間を使って検索するのがめんどくせえ人たちのために私の自己紹介をしたいと思います。